でナビを駆使してきてくれました。迷子になりましたか、やっぱり。とんでもない、とんでもない。いい加減で道案内して。いいえ。そうなんです、すごい道案内をとってもしてくださったんですけど、右でもいいですし、左でもいいですよ。どっちでもいいです。どっちですかみたいな。って言ったのは GMA の今川さんです。さ、お芝さん、僕が知っとると思ってさ。お互いのせいにしとる。あ、行こう。お店分かんない。これ向こうが。向こう入り口やけど、みんなこっちからガーッと引くの。ガーッと。でもね、もうメニュー決まっとるで、入ってったらね。あ、メニュー決まっとるって予約してあるの？してないけど、みんなそんなの。3人です。はい。嫌な人でも仲良くしてくれたよね。どういうこと？嫌な人でも仲良くしてくれたよね。そうよ。マリネでも今川さんも大御所中の大御所やから、そんな気使うことあらねえやん。彼女 DI ネットさんはもともとが母体が結婚相談所、やめてよちゃんとせんそう、あの昔からある素敵な素敵な結婚式場の経営していらっしゃるのが母体です。観光総裁とかご助会さんで、キッシュ全部今日一緒ですか？今持ってるキッシュって。チーズは入ってる？わかりました。ありがとう。ありがとう。キッシュ一番美味しいのにマリネ食べれんのか。これ一人分ですよ。お土産でか。娘がファンキーやもんね。こちらがラステコ4です。ラステコ1、ラステコ2、ラステコ3、4ととても人気店です。あの今川さんが開けた鉄のあの扉を開けて入ってきます。
この4号店は特に看板もない、他の店も看板ないな、看板がないのでとっても分かりにくいので、ナビで確実に前についていても違うと言ってぐるぐる回ってる車よく言います。こちらです。とってもたくさんのパンいただきました。美味しいパンですよ。ここで朝の待ち合わせをしてデートに行かれるといいと思います。ここからだったら金華山にも岐阜城にもすぐ行けれるので、ここ集合でも楽しいと思います。